アッターは、アメリカ海軍の潜水艦、プランジャー級潜水艦の一隻。アッターは1900年10月3日に、ニュージャージー州エリザベスのクレセント造船所で寄港した。1901年7月22日に命名、浸水し、1903年1月12日に、ニューヨーク州ニューサフォークのホーランドトーピードボート社で、フランクエル・ピニー商位の指揮下収益する。 ニューポートの海軍水雷ステーションでの最初の実験任務後、アッターはノーフォーク海軍造船所にタグボートのピオリアによって牽引され、1903年12月4日に到着した。1904年1月、アッターは予備役水雷召艦隊に配属される。1909年7月26日に退役したアッターは旧体艦シーザーに搭載され、フィリピンに 運搬、1909年10月1日に到着した。1910年2月10日に最終駅したアッターは、アジア水雷艦隊、第一潜水分艦隊に配属される。ほぼ10年間を旅て及び、オロンガポを拠点として活動し、主に訓練と実験研究に従事した。この間の1911年11月17日に、アッターは A-2 へと改名された。 第一次世界大戦中に A-2 はマニラ湾の入り口、コレヒドール島の付近の偵察に従事した。A-2 は1919 19年12月12日に退役し、1920年7月17日に戦隊番号 SS-3 が指定され、1920年9月24日に強敵艦に指定された。その後、 1922年1月16日に除籍された。ありがとうございます。